はい、1291回始めます。6月30日です。なったばっかりの深夜です。カエルがね、うるさいですね。今この瞬間はね、今止まってるんですけど、泣き出しますよそのうち。はい、許してください。しかしカエルもすごい音出しますね。あんなちっちゃな体であんな大きな音出して、いやー、ここじゃ私住めないな、うるさくて寝れないんじゃないでしょうか。あ、泣き出しました。はい、これ1匹泣き出すと2匹3匹って泣き出すのね。カエルの合唱っていうぐらいだから、まあいいです、いいです。今回タバコね、タバコの愚痴、すいません、タバコの愚痴です。タバコのこと載ってました。これはなんだ、シェアスカフェオンラインっていうとこかな。タバコ、タバコ吸わない人にとってタバコ休憩ね、これは不公平みたいな感じで載ってました。あのね、タバコね、私吸うんですよ。皆さん吸いますか？いや、ほとんど吸わないと思います。男性今喫煙率 15% とか言ってますかね。いや、もっと高いかな。前やったんだよな、このチャンネルで。男性もね、今もう 15% とか 20% 切ってるみたいですね、喫煙率。女性で 7% とかじゃないですか、8% とか。日本人女性で。女性はあんまり下がってないみたいですね、喫煙率。男性はぐんと減りましたね、ここ数年。十何年で、はい、まあ1箱500円しますからね、今ね、安くても、本当に。いや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 、ね、私ね、思い出すんです。あの昔はね、新幹線はもちろん、飛行機でも吸ってましたから、タバコ。なんなら普通の在来線でも吸ってますよね、あの電車ね。それが今やね、新幹線もね、吸えるホームすらないみたいなね、ほとんど。あと電車はもちろんですよ。電車の中なんてとんでもない。ホームでも吸うとこないですよ。ね、喫煙所だって探さなきゃいけないし、本当に愚痴しか出てこない。本当。1995、6年ぐらいはね、私飛行機の中で吸ってた記憶があるんだな。ただそれが2000年ぐらいになるとね、吸えなくなってるんですよ。だから大体2000年前後じゃないですか。あの世界的にうんと厳しくなったのは、ね、それまではね、新幹線でも吸えるし、バスでも吸えるし、あの電車でも吸えるし、飛行機でも吸えるしっていうことでね、それがね、ほんとあっという間ですよ。こんなに肩身狭くなったの。ただまあ吸わない人、もうね、多数派ですから、吸わない人からするとタバコ休憩は給料泥棒じゃないのかっていうこと書いてあります。ここちょっと法的にどうなんだっていうことでね、結論から言うと、まあグレーゾーンっていうことなんですけどね、これ経営者次第っていうか、会社次第っていうかね、タバコ休憩は給料泥棒じゃないんですかと、いうこと、先日そんな相談を受けましたっていう、これ社会保険労務士の人なのかな、社員のタバコ休憩の回数が多くて、1日に何回も行ってるのに残業時間はしっかりつけやがってみたいなね、非喫煙者、タバコ吸わない人にとっては、お昼休み休憩しかないのに、ね、他の社員から不平不満が出てると、非喫煙者からすれば、不満の対象でしかないと、タバコっていうのはね、タバコ休憩。このようなタバコをはじめとする休憩に関する、社員同士の対立とか不満っていうのは、経営者にとってもあるあるですということ。ね、まあ、どこでもこれ問題になってますよと。まあそうなんです。私もね、直に言われた1995年ぐらいかな、若い頃言われましたよ。その時まだ、なんていうのかな、机でね、普通に職場でタバコを吸ってましたから、灰皿置いて。その時に、若い女の子から言われました、私。私も若かったんですけどね、その当時。25ぐらいじゃないかな。タバコ吸う人って、タバコ吸ってる間何もしてないですよねって言われたんですよ。いやいや、考えてるんだと、タバコ吸いながら英気を養い考えてるんだよということを言ったんだけど、通じなかったですね。吸わない人にとっては何もしてないように見えるんだけども、まあ片でね塞がりますから、少なくとも、やってないように見えるんだろうなと、あの頃からですよ。だから95年ぐらいから
だんだん社会的な圧力が加わってきたのは、うん、私はっきり覚えてますもん、それ本当に。いや厳しいな、厳しい世の中になってきたなみたいな。それがだいたい95年ぐらい、はい。で、うん、まあこれね、会社、まあ業種にもよるんだけどね、うん、物流とかドライバー、トラックドライバーとか結構吸ってるとこ多いですね、物流とか。あと工場とかも多いかな、うん。でも多いって言っても半分も捨てないですよね、今時ね、うん。はい、まず労働基準法で定められている休憩、休憩に関して、これは働く時間の合間に自由にね、過ごすことができる時間のことですと。で、休憩って言っても自由に過ごすことができない休憩は休憩ではなく労働時間になります。例えばね、電話待ちしている時間とかね、お昼休み休憩中に交代で電話番してるとか、これは休憩に当たらないと、まあ、法的にはですよ、法的には、うん。で、労働基準法に定められている休憩時間っていうのは、労働時間に応じた休憩時間、うん、働く時間の間に取るということね。例えば9時5時だとして、9時から休憩取っちゃいけないんですよ。9時からね、仕事っていう時に9時から取っちゃいけないと。あくまで仕事をした間の時間ですから、休憩っていうのは。だから5時で仕事上がるときに、じゃあ4時半から私休憩取りますと、5時まで。それは休憩とは当たらないみたいですね。うん、あくまで仕事始めて終わりがあって、その間に取るっていうのは休憩。それをまあ5分ずつ取ってもいいし、10分ずつ取ってもいいし、60分一気に取ってもいいしっていう、分割するのはいいみたいですね、全然労働基準法的には。で、4つのルールがあると。まず休憩ね、労働時間に応じた休憩時間ね、例えば、8時間勤務だったら1時間とかね、休憩決まってますね、うん。例えば60分の休憩の場合は45分と15分っていうふうに分けてもいいし、10分ずつ6回でもいいしっていうことっていうのがまず一つで、あと働く時間の間に取る休憩時間は労働時間の始めと終わり、これさっき言いましたね、私ね、うん、休憩なしで働いて早く帰りたいっていうのはこれダメ、うん、であと一斉に与える休憩時間は一斉に取らなければいけない、まあこれはね、ただ会社の都合で、例えば5人勤務、5人働いてるとして基本的には5人一斉に取るんだけども、電話番とかね、接客業とかだったら5人ずらして取るっていうのもね、これはまあ OK、うん、そういうね、約束会社内で作ってるんであれば OK っていうことです、うん、あとは使い方は自由と、うん、労働時間は労働者が自由に利用できる時間ですよと。あ、労働時間、休憩時間ね、食事してもいいし、昼寝してもいいし、タバコ吸ってもいいしっていうこと。休憩時間っていうのは何やってもいいんだよということ、うん、まあまずはこれ休憩っていうことね。で、まあタバコ、これね、タバコ休憩以外にも実はたくさんあるという指摘行為ね。タバコ以外にもね、実はタバコ休憩のようなものってあると。例えば自分の席でね、同僚と雑談するとかね、それも言ってみれば仕事じゃないと、うん、私的な時間。例えばお菓子を食べたりね、うん、例えばコーヒーを飲んでリラックスしたりと、机とかでやりますよね、ジュース飲んだり。それも本来だったら自由時間、休憩時間にやるべきことなんですよと。タバコのことを言うんだったらね、タバコのことを言うんだったら、コーヒー飲んだり、隣の人と喋ったりね、雑談したり、はい、お菓子食べたりと、つまみ食いしたりとかね、そういうのを実は休憩時間にやらなきゃいけないんだけども、それも言ってみればタバコと一緒ですよと。タバコの場合、最近ね、タバコ吸うところがね、喫煙所が遠かったりするんでね、その移動だけでね、5分10分かかるっていう場合もあるんで、まあ行って帰るだけで10分かかると、吸ってる時間5分とすれば15分ぐらいかかるんで、タバコ休憩の人っていうのはずるいと、吸わない人に言わせると。ただまあ似たようなことやってるじゃないかと。ただまあ
例えばトイレとかね、これは生理的なものだから、あのなんていうのかな、休憩とか もちろん仕事中に行ってもいいしっていうくくりみたいですね、はい、労働基準法的には。ということで、まあ結論じみたこと言うと、タバコ休憩っていうのはお菓子食ってるとかね、コーヒー飲んでるとかと、まあ、一緒で、これ社内で、まあ社内でっていうか会社ごとで相当違うと、うん、言うなれば経営者がね、または会社の上層部がタバコ吸う人がいれば、タバコ吸う人にとって理解ある会社だし、いやもう全面禁煙みたいなね、うちは全部禁煙ですっていうのもありだし、うん、じゃあ面接の時にね、これタバコ吸わない、あの喫煙者はダメ、非喫煙者のみっていうのを、それは採用の時点で、まあ、自由にあの採用する側が選べるみたいですね。採用する時には男性だけとか女性だけとかいうのは、募集ところに書けないんですけども、非喫煙者のみとかいうのは OK みたいですよ、うん、はい、喫煙者は不可みたいなことは、まあ、OK みたいですね、採用段階では、はい、まあまあまあ、タバコに関してね、これ、うん、わかるんです、私も、吸う側として、本当に、まあ、吸わない人からの不平不満、わかります、臭いしね、うん、匂うし、うん、あと、ちょくちょくね、吸うし、まあでも今、私もね、昔に比べると、我慢もできるようになりましたよ、1日4、5時間だったら、うん、我慢できる、だから普通のね、8時、5時の勤務だったら、昼休みの休憩にさえ吸えれば、私はなんとか吸えるけどね、このタバコね、我慢できずにね、教頭先生が学校抜け出して、近くのコンビニでね、何回も抜け出して処分されたとか、やりましたね、このチャンネルでね、それ聞くてね、本当に気持ちはわかるんだけども、本当、まあね、時代がね、本当に急激に変わっちまったよということで、気持ちはわかるんだけど、教頭先生が指揮しないから、出ちゃあかんだろうと。あれね、学校の中にね、喫煙所作ればいいのになと。今学校もね、全面禁煙だもんね、敷地内ね、病院だってそうだし、うん、そういうところじゃ私働けないな、さすがに昼休憩ぐらいはちょっとね、一服したいですよ、うん、吸う人はニコチンちょっと注入したいですよ、しなきゃ、うん、持たないもんな、私だから。なんか仕事転職するたんびにね、タバコはね、本当にね、会社選び、仕事選び時にね、タバコ吸えるかどうかっていうのは本当に重要なポイントになってる。幸せにもね、今の職は本当に理解あるんで、こそこそ、いや、まあ今の職場ね、休憩時間に吸えるんですよ。ありがとうございます。うん、助かります。ということかな。喫煙者の方、肩身狭くなってますけども、ね、吸えるだけ吸いましょうよ。うん。なんだかんだ言われて、我々本当に相当税金払ってますから。うん。はい。ということで、本当に意味ないね、回だったね。1291回。はい。申し訳ない。ね、ちょっと今日暗い話続いたんでね、喫煙者の愚痴、ね、この記事に随分飛ばしましたけど、この記事ね。まあ簡単に言うと、会社次第っていうことです。うん。部長次第、社長次第みたいなね、会社の上層部次第、上の方の人が吸う人があれば、その会社は、タバコに関して理解度深いし、ね、非喫煙者だらけの組織っていうのは、やっぱりね、タバコを吸う人に対しては厳しいですよ。はい。そんなもんかな。それぐらいしか言えないですね。はい。言えないというか、まあ結論そんな感じですよ。法的には非常にグレー。グレーというか、休憩時間内であればタバコ吸ってもいいし、何してもいいってことですね。はい。不平不満、不公平とかいうのはね、これはまあどこでもあります。私もね、ずるいとかなんとか言われてると思いますよ。なんていうか、うん、サボってるとかね、うん、言われてる、うん、けどこれはもうね、甘んじて言葉を受けるしかないね。はい。ということで、1291回、タバコ吸う人肩身が狭くなって大変ですってお話しました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。失礼します。